私、分かる問題は全部答えられたよ。はぐみも正々堂々全力で勝負したよ。名前も大きく書いたしね。いっぱい丸がついてるといいな。テストが帰ってきたらあとは夏休みを待つだけですね。夏休み、二人はどこか行くの？はぐみはね、海行きたい。海で泳いだりビーチバレーしたりしたいな。ビーチバレーって楽しいよね。ルールが分かったらもっと楽しいと思う。私も海水浴に行きたいと思っていました。撮影では何度か行ったことがあるんですが、まだ思いっきり遊んだことはなくて、フィンランドにいた頃は毎年家族でモッキーを訪れていたんですが。モッキー？モッキーって何？なんか可愛い名前だね。別荘のようなものですね。フィンランドでは湖のそばに建てたモッキーで夏休みを過ごす人も多いんです。湖で遊んだり森林浴をしたりサウナに入ったり、とてもゆったりと過ごすことができるんですよ。へえ、フィンランドの夏休みってすっごく楽しそうだね。はい、とっても楽しいです。ですけど今年は日本の夏を風物詩、海水浴を楽しみたいと思っています。あ、かぐみいいこと思いついた。夏休みにみんなで海行こうよ。きっと最高に楽しいよ。ぜひ行きたいです。お仕事がある日もあるのでちょっと予定を確認しますね。私はいつでも大丈夫だよ。ちなみにおっちゃんの予定は？すごいわ、みんなで海に行くのね。私ビーチボールを持っていくわ。あ、ポポロン、いつの間に教室に入ってきてたの？廊下を歩いていたらとっても楽しそうな話が聞こえたの。私海って大好き。あ、ココロさんも来てくれたらとっても賑やかになりますね。ココロさんもぜひ一緒に行きましょう。もちろんよ、最高の一日にしましょうね。とっても楽しみだわ。じゃあレジャーシートははぐみが持っていくね。あとは、あれ、みんなで集まってどうしたの？何かワクワクする話してる？私も混ぜて混ぜて。アリサも行こう。カスミ、アリサ、一緒におしゃべりしましょう。あ、鶴巻さんもいたんだ。カスミたちは海で何する？ビーチボールはココロが持ってきてくれるって。待てって、何の話だよ。ひょっとしてみんなで海に行くの？いいね、行きたい。いつ行くの？みんなで予定を合わせたのでこの日になりそうです。皆さんのご予定はいかがですか？私はばあちゃんの手伝いとかあるけど、この日なら多分相談すれば大丈夫だと思う。あ、私は残念、ちょうどさっき連絡入って、この週は全部家の手伝いで埋まっちゃったんだ。ごめんね、私もこの日はちょうど家族旅行があって。リミリンも？実は私もこの日家族旅行なんだ。海すっごい行きたいんだけど。え、つーか、カスミたちは行かねえの？私は行くよ、アリサ。うん、私も行きたかったよ。アリサ、私たちの分まで楽しんできてね。残念だけど、私たちは次の機会にって感じかな。え、ポピパは私とおったいの？二人？なかなか皆さんの予定を合わせるのは難しいですね。マジか、カスミたち行かねえの？私がいるから怖くないよ、アリサ。別に怖くはねえけど。ごめんね、アリサ、私がいなくて寂しくない？大丈夫？ちょ、やめろ、いちいちくっつくな。全然寂しくねえって。本当に？素直になりなよ。うるせえな。それじゃあ海に
行くのは、はぐみとイブチンとココロンでしょ。あとは、あーちゃんとおたえで決まりだよね。つか、これ、何気にすげえメンツだな。今更とてつもなく不安になってきた。